割と12月4日の月曜日で、いつでしたっけね、去年とか一昨年ぐらいの雑談動画ってかなり録画のストックがあったんですよ。だから、2ヶ月後ぐらいのものまで撮ってあったりしたんですよね。まあ、それはちょっと、あの、それはそれで気分的には楽は楽なんだけれど、でも、なんかもう、季節感が全然違うし、こう、なんていうのかな。 あの、2ヶ月後のことなんていうのは予想しても外れるなんてね、しょっちゅうあるわけだから、そんなに先の分までこうストックしておくのも違うかなと思ったんですが、まあ、今日はちょっとここまで喋っておこうかなってことを喋っておきます。今日は今撮影しているのは12月4日の午後1時ぐらいですね。あの、<laughs> なんだろうな、時々さ、午後13時で書く人いるけど、あれどういう、どういう感覚なんやろうな。なんとも思わないのかな。なんか、午後14時とかさ、結構、 結構見かけけるんだけどまあ、そ,れ、まあ、そう置いといて、まあ、あのー、基本的に今まで通り、こう、今までのこの録画したものを順繰りに出していくってことでいくと、これが出るのは多分12月31日なわけで、まあ、要するに2023年も終わってきますよねって話なんですよね。で、2023年が1年どういう年だったかっていうことを、 えっと、少し話して、まあ、自分なりの振り返りをして、2024に、まあ、もしも23に振り返った内容の中で、こう、なんていうのかな、あのー、繰り返さない方がいいものがあれば、どうしたらいいかってことを考えるきっかけにしようかなっていうことで、まあ、個人の自分自身の振り返りってことも感じてね、ちょっと話してみようと思うんですけれども、まあ、毎年、 我が家では、あの家族それぞれが、まあ、目標を立てるってことをしてるんですよ。で、これは、まあ、あの昨日あたりに出した,出した雑談動画とちょっと矛盾する部分もありますけれども、まあ、やっぱり振り返ることって悪いことじゃないし、振り返ることによって、振り返りをすることによって、同じ過ちを繰り返しにくくなるんじゃないかなっていう、プラスの側面の方が強いんじゃないかと思うんですよね。だから、それは自分でもやるってことなんですけれども、 あのー、まあ、そうね、今年1年で1つは、まあ、あのたまに話題にしたあの逆流性食道炎の問題があって、でこれで、まあ、少し、うんまあね、あの病院にかかるとか、ね、したりして、まあ、あの年齢的にもやっぱり上がれば上がるほど、体のいろんなところにね、腫瘍をきたすとか、いろんなところにガタが来るのは当然だと思うんですよね、物事なんでもそうだと思うんですけれども。 まあだからちょっとね、その体をメンテナンスしながら、これから先ね、生きていくってことを少し今、今まで以上に意識しないといけないだろうなってことは、あの一つ思いましたね。あとは、まあ今のに関係しますけれども、やっぱりこう、休館日とか、食べ過ぎ注意とか、運動をある程度しようとか、ストレッチをしようとか、そういったことはすごく大事だし、今のところ2024は2023よりも、 多分忙しくなるんですよ。忙しくなるんで、今年以上に時間の使い方うまくならないといけないと。だからそのスケジュール管理とかタスク管理っていうのかな、うん、優先順位っていうのかなそういったものをうまく考えながら、こう時間の調整、パズルみたいなのを組み立てて、いろんな人と連携を密にしながら、密に連携を取りながら、えー、仕事をこなしていくっていうのかないうことになるでしょうね。あとは、まあ、 あここで言うことじゃないけれど言うことじゃないかもしれないけれど、まあ、人間関係的にすごくこう改善された部分と、まあ、残念ながら逆じゃない方もあるかなってところがあって改善された部分についてはすごくいい影響が出てるような気がするんですけれども、まあ、残念ながら逆に悪化してしまったというかまあちょっとうまくいってないかなっていう方に関しては まあそ、やっぱそれなりの影響はあるかなーって気はしますよね。うん。この後者に関しては、まあ思い当たる節があるっちゃあるんでね。まあちょっと僕が巻いてしまった種っていうところもあると思うんで。まあでもその一方でその前者の方のね、あのー、少し、なんかぎ,ぎくしゃくしていた相手との間、間が少し、少しっていうかだいぶ改善されたんじゃないかなー。 それも本当にひょんなことからそういうことになってしまった経緯があると思うので僕はね向こうは先方がどう思ってるかわかんないですけれども思うんでこれはあのいつだかの雑談動画で喋った件なんですけれどもまあそれがね改善されたっていうのが一つこう一つの自信にもなったので自信にもなったっていうかまあ,あ人間関係って改善することがあるんやってやっぱ思ったよね率直にだからまあ この後者と今呼んだ方も、まあ、改善の余地ってのあるんじゃないかなーっていうふうに思うんでまあただあの急に変わるかって言われたらそうとは限らないと思うんでねその辺はまあ焦らずにでも人間関係が悪いよりは人間関係がいい方がその周りに対する影響もいいと思うんでねまあ無理のない範囲でできる範囲でそういうところもね 改善していいいいいけたらいいかなっていう,ふうに思いま,すまあそうですね。まあとりあえず、まあ去年も同じようなことを言ったかもしれないが、まあ3つですか。とりあえず、えー、体調管理と体調体質、体力筋力などの管理と時間の管理と、まあ、人間関係についてかな。そうですね。 まあ、あと、まあ、家族のこととかは、今言った特に最初の二つとかがうまくできれば、自然についてくるんじゃないかと思いますけれど。まあ、そうっすね。うん。あと、まあ、仕事についても、今の最初の二つなんか特に重要じゃないかなと思いますけれども。まあ、皆さんはどういう一年だったんですかね。あの、 12月の中旬ぐらいでしたっけに出した雑談動画の中で、あの、ヤギ座の運勢がめっちゃいい方に行くっていうのがあったんで、ちょっと期待してますけれども、皆さんはどうですかいかがですかねまあ、ちょっと僕は、自分としてこういう振り返りをするっていうことのために、今回一回、このね、あの雑談動画を使って振り返りをし,してみましたけれども、皆さんも、まあ、よろしければね、こういうタイミングで振り返りをしてみるといいんじゃないかなって思いました。あ 大掃除ですね。<laughs> それはしないかな。それはちょっとした方が気分的にいいかもしれないです。まあでもとにかく1年間ありがとうございました。どうぞ皆さんも良いおよいよ年をお迎えください。それじゃあまた。